京大病院の心臓血管外科の村中と申します。よろしくお願いいたします。私どもは今回東日本大震災に際しまして、近畿地区の他の3つの国立大学と合同で石巻での医療支援活動を行いました。石巻市は今までの説明でもございました通り宮城県の第2の都市であります。で、石巻市と隣の東松島市、そして女川町を含めまして石巻医療圏という宮城での二次医療圏の一つを形成しております。で、石巻医療圏での被害状況でございますけれど、このように死者・行方不明者合わせまして約6000名、全国規模から考えましても多大な被害を受けたことがわかります。また避難所の数でございますけれど、最大で300以上ございまして、これが私どもが向かうことになりました5月の中旬でもまだその約半数が残っているというような、このような状況下で私どもは参りました。今回の被災大震災での特徴と申しますと、その被害の大半は津波によるものであります。で、津波の被害、津波の被害はこのように沿岸部から約5キロにわたりまして浸食がありました。で、従いまして医療の中核を担っておりました石巻市立病院、これは海のすぐそばにございますけれど、このようにもう全壊し、また地域医療の担っておりました市立雄勝病院、これも全壊し、多数の死者が出ました。このように地域医療になっておりました病院が被災した中で、石巻赤十字病院は被災を免れました。そのためこちらの病院が復興への救護活動の中心的役割を担うこととなりました。医療機関、これは病院の被災状況でございますけれど、今挙げました通り石巻市立病院、そして市立雄勝病院、またもう一つ敬愛病院、これらが被災して、4つの大きな施設がこのように診療不可能となりました。では医療機関の再開状況でございますけれど、病院および診療所を合わせた医療機関の再開状況、診療可能となりましたのは震災約2週間後では約 48%、 これが1ヶ月後では6割程度まで回復しておりました。で、5月の半ば過ぎ我々が向かうことになりました、その前の段階では約7割が回復しております。で、結局最終的に診療休止に追い込まれたものは3病院40診療所でございますが、このように医療機関の再開は7割でございますけれど、これは中身にもやはり大きな問題がございます。石巻県の医療体制の説明をさせていただきますが、こちらの石巻赤十字病院は元来災害拠点病院に指定されておりました。で、災害医療コーディネーターが県から指名されておりました。で、このような状況下で大震災が起こり、直ちに石巻赤十字病院に石巻合同救護本部が設立されました。その中で DMAT をはじめさまざまな医療チームがこのように石巻へ派遣され、石巻県の合同救護チームというものがこちらで形成されます。で、こちらの石巻県合同救護チームは災害医療コーディネーターの采配の下で、あるものは石巻赤十字病院での救命処置および急性期医療の支援を行うということ、さらに避難所への救護活動へ移ります。こちらの避難所への救護活動というのがこちらの特徴でございまして、最大300を超える避難所を石巻医療圏を14のエリアに区分いたします。で、その中でエリア管理に診療及びニーズの把握を一任いたしまして、それらをまたこちらへフィードバックし、必要であればまたさらに介入するというような方式を取りました。石巻赤十字病院はこのように、大きなベッド数400床の大病院でございます。こちらのフローはもう現在きれいになっておりますが、震災直後にはトリアージの現場として、多くの、ごった返した状態でございました。これが救護チームでのミーティングの風景でございます。こちらに映っております方が災害医療コーディネーター石巻赤十字病院の外科の医師でございます。震災の医療活動と申しますと、いろいろございますが、一口に言えばこのニーズが刻々と状況により変化するということでございます。まず震災直後の医療活動では一番大事なのは、まずトリアージをする、救命処置を行う、高次医療機関に搬送する、避難所への救護活動を開始すると、このような震災直後の必要な項目がございまして、
フェーズが進行するに従い、これが急性期に入りますと、感染性疾患、さらに慢性疾患への対応が必要となり、さらにそれが進みまして、慢性期に入りますと、このように、慢性疾患への対応ということになります。で、これらの段階で、徐々に地元医療へ、医療のこの、まあ、場を移していくと、このような形で、まあ、進行していくことになります。我々が石巻へ向かった際でのですね、診療方針といたしましては、救護チームへの診療に依存させない、さらに震災前の医療レベルを超えないという、地元医療に沿った診療を行う、こういうようなテーマで医療を行うという形になりました。石巻合同救護本部のこちらが先ほど申しましたエリア区分でございますけれど、石巻市街地からこの周辺地域を14に分けまして、我々が担当いたしましたのはこの大街道地区といわれる第5エリア、こちらを担当いたしました。またその後半からはエリアの再編が行われまして、こちら第7エリアの一つの小学校、これらを定点診療を行うというような形になっております。石巻地区の被害状況でございます。これが石巻市立病院で、海のすぐそばにある病院でございますが、このようにもう診療不可能に追い込まれます。その周辺地区、さらに、旧北上川と呼ばれる大きな河川のこの入り口付近です。こちらは市街地の様子。で、こちらが旧市庁舎で石巻市立病院の、まあ、なんとか仮の診療、仮設診療所を建てまして、どうにか診療を再開していることが我々の行った時点では、まあ、見られました。さらにこちらは石巻市街の、まあ、状況でございまして、非常にまあ甚大な被害が出たことが分かります。仮設住宅の建設もありますが、まあ、まだちょっと今一つ状態でした。救護チームの巡回診療体制でございます。まあ、このようにエリアを区分し、それらの地区をそれぞれの、まあ、チームが入って診療を行うということで、エリア幹事をそれぞれの地区エリアに対しまして、エリア幹事は任命されまして、これらがまあ中心となりまして、その、まあ、救護活動を検討していくということであります。我々が担当いたしました大街道周辺地区、これは近畿大学地区チームでありまして、まあ、こちらは京大市街となりますが、この前段階でこちらの大街道地区というのは今まで長野県の救護チームが担当しておりました。さらにこちらの赤丸であります港小学校というのは、その途中からエリア再編後、我々の後半のチームが担当することとなりました。近畿大学チームの診療活動でございます。3月の末から長野県救護チームがこの第5エリアを巡回診療を担当しておりました。で、6カ所、このように市一律の小学校、中学校、さらに高校、民間施設の診療所等がありまして、5月の末から7月の中旬まで阪大、京大、市外大、福井大と、このような形で4日をワンクールといたしまして、順に回っていくというような形でございます。6月末のエリア再編の後は、この第7エリアの小学校、ある一つの小学校をこちらのチームが定点での診療を開始することとなりました。で、担当地区の避難者の変遷でございます。今まで長野のチームが見ておりまして、それを5月の末から近畿大学チームが担当することになりました。これは第5エリアの避難者の方の人数でございます。順々にこう減っていきましたが、6月末からもうあんまり変化がないということ、6月の末でこちらもエリアも撤収で、さらにこちらは港小学校ということになります。我々、近畿大学チームで、こちら第一グループとありますが、京都大学の第一グループの活動であります。基本6名で参りまして、医師、2人、看護師2人、薬剤師1人、事務の担当者の方1人と6名で参りました。当初はそれを半分に割り、3名3名でやるということでありましたけれど、現地の状況を考えまして、このように6名で行動いたしました。巡回場所は5箇所、これらを担当いたしまして、実際の診療はこのような形です。こうして見てまいりますと、慢性疾患がもうこの時期で非常に多かったと、診療期間長いものはできるだけ地元診療所へと、またさらに検査が必要なものであれば石巻赤十字へ紹介するというような形でございます。活動風景はこのような形で、これが体育館、こちらの場所に避難所の方がいらっしゃいまして、これは別の教室を使いまして、診療を行います。
こちらはまた別の小学校でございますけれども、このように多くの、まあ、狭い場所に避難者の方々がですね、避難されておりまして、一角を使わせていただいて、救護活動を行います。こちらは自衛隊による沐浴の施設、このような、ですね、支援がある、まあ、こうあるところもございます。で、アセスメントといたしましてはですね、まあ、最新の割合が高く、ニーズは低かったと。まあ、他の疾患を要するものを見られたと。で、環境といたしまして、その時期の、まあ、環境としてはですね、比較的過ごしやすい時期でありましたから、環境を維持されていたと。公的な避難所では、まあ、このようなものがありましたけれども、民間施設では、実施されなかったと。で、こういうような医療以外にも、この生活環境等のチェックも私どもの大事な仕事でありまして、こういうものをですね、確認し、そしてそれを救護本部へ、まあ、フィードバックさせ、またそれが、介入するというのが行っておりました。第2グループの活動ですけれども、これは6月16日から6月の19日までと、このような形になっております。で、この時期になりますとですね、まあ、医療ニーズとしてはありませんけれど、だんだんとですね、一部の施設では大量の肺やひどい悪臭に悩まされていたと。これらがまあ避難所の大きな問題点として挙げられます。で、この頃になりますと、この避難所を撤収しなければいけないと、中でのこの、まあ、リーダーといいますか、避難所を管理している方々との間で、やっぱり巡回診療をまだ続けてほしいというような、そういう要求でもありまして、それらを説得するのにだんだんとですね、こちらも気を使うようになるという形でございます。第3グループ、これはですね、港小学校という、旧第7エリアで、他の、ですね、別の地域の日赤が、引き上げるということで、こちらを、まあ、引き継いでやることになりましたが、終日ここで審査することになります。こちらもですね、医療の、まあ、診療内容といたしましては、慢性疾患、また処置、そういうものがございました。活動風景でございます。まあ、港小学校という、まあ、この校庭はですね、まあ、津波によってやられまして、海はすぐそばにございますので、まあ、泥だらけの状態でございます。で、こちらのですね、ニーズといたしましては、まあ、気温が高く、非常に、まあ、生活するのがもう厳しい状態、大量の肺や悪臭が悩まされていたと、まあ、このようなことは言われておりました。で、こちらも撤収の時期でございますので、まあ、その理解を得ることが大きな問題であったという形になります。まあ、このような形で、我々は医療活動を行いました。で、まあ、それ以外にもですね、我々はですね、まあ、医療活動以外にですね、その現地に入ってから、まあ、急ではございますけれど、まず地元の診療所がどういう状況なのか、これらを訪問いたしました。これは第1グループの場合と Y1 が、まあ、積極的に訪問されましたけれど、診療所の状況はどうかと、まあ、診療再開しているけれど、これらの危機が破損していると、まあ、かかりつけ以外の患者は積極的に受け入れるところもあるけれど、そうでもないところもあると。で、まあ、問題といたしましては、再開はしているんですけれど、地元医療復興を考える上で、このような診療所が震災前に近い形で行えるようなことが大事だろうと。これがまだまだ地元の医療の復興にはちょっと程遠いというような状態でありました。また私どものグループのですね、看護師さんは、まあ、保健所訪問、また個別訪問にも同行するというような状態、先ほどお話もありましたけれど、まあ、妊産婦を取りまして、結局出産可能な施設が大幅に減少、3施設しか残っていないと。従いまして、このような大きな問題が出てきたと。これらの問題点をですね、調べ上げました。保健師さんも、まあ、まだまだマンパワーが足りないというような、こういうような状態が続いているということです。さらに薬剤に関しましても、いろいろ調べ上げました。結局薬剤に関しまして、震災2週間も薬品が不足していると。で、震災がから一定時期が経ちまして、さらに支援が届いた後は、これの仕分けに非常に苦労したと。結局課題といたしましては、震災直後は多くの薬品は携帯すべきであるが、その以降は現地の必要な情報を手に入れて、まあ、行くべきだというような形でなります。こちらは地元の診療所、調剤薬局、個別訪問というような形でございます。このような形で、我々は診療を終えました。で、ですね、我々は3チーム合計、18名でですね、まあ、医療支援を行ったんですけれど、まあ、それらを振り返って多くの検討を行いました。まず医療ニーズはどうだったかということでございますけれど、まあ、こちら見ます通り、まあ、半数以上の方がもう低いと。で、医療ニーズ、結局は医療支援を収束し、地元医療へ始まってする時期であったと。医療ニーズは低かったと。予想していたニーズではなかったと。ただし、
この避難所の状況を、把握するということ、診察希望者は少数でもいるというのを考えると、有料ニーズと考える、このような、意見を持たれている方もいらっしゃいました。ただし、さらに、この、ニーズは、少ないかもしれませんけれど、さらにやることは撤収に当たりまして、やることはこれ誰かはやらなければいけないということで、私どもこのような活動をですね、行ってまいりました。地元エリアの貢献度はどうかと、約半数の方が貢献できたというふうに考えておりますが、ただ、今回は、ニーズが低かった、期間も短かったので貢献できたかどうか不明であるというような意見を持たれている方もいます。派遣時期についてはどうだったと、これはもう大多数の方がもっと早期に活動すべきであったというふうに述べています。支援がもっと必要だったんではないか、 DMAT 終わった後すぐに行くべきではなかったのではないか、大学病院の使命であるか、ございましたが、ただ、時期によってもまた社会的多くな、配慮、社会的な問題にもありますので、この地元医療の復興、派遣の時期というのは、それらが決められたそのような時期に行って、それらのニーズに応じた活動をするということが必要だろうと思います。派遣期間についてはどうだったか、ちょうどよかった、これは半数以上の方です。もっと長くてもよかったという方もおりますが、ただ我々はやはり病院でも勤務しなければなりませんので、病院を不在にできる期間を考えるとやむを得なかったのではないかという形でこのような意見が出ました。まとめでございますけれど、実質的な医療ニーズは低かったけれど、現地の要求する活用はできたと考えられる。多数のチームが加わる医療災害現場でのチームの動かし方、現場の収入でニーズのアセスメント、地域支援手法、これは現地に行ってそれらを見たということですね。でこれからですけど、地元医療の本格的な復旧にはまだかなり時間を要すると思われますと、今後は別の方面からの支援が必要であるというふうに考えられます。で震災直後はもっとより多くの医療支援を必要としていたはずであると、もっと早期から継続的な支援が体制をすべきだったと思われます。でこれがですね、非常に重要なポイントとなると思いますが、事前の情報が非常に不足していたと、活動内容の把握と実際に必要な医薬品物品の確認を現地の間で密に行うべきであったということが考えられます。で、この次に同じようなことが起こった場合のですね、を一番考えられることは、やはりその情報をいかにきっちり集めるかということだと思います。なぜならば、事前の情報はですね、初回に行くんであれば、次にきっちり伝える、途中からチームに加わるんであれば、前のチームの活動内容をしっかり把握すると。で今回も大量のですね、医薬品物品を持っていきましたが、ほとんど使うことはなかったということがございまして、それは事前の情報をですね、何らかの形でしっかりと手に入れて、大体これぐらいでいいだろうというのではなく、しっかりと手に入れてですね、そうしていかなければ向こうで必要とされているようなこと、そして何が不必要なのか、それらをきっちり把握することが大事だというふうに思われました。以上です。どうもありがとうございました。それではメンバーです。